CI 更新店舗の一例店舗一、霊株式会社横浜銀行は、神奈川県横浜市西区に本店を置く、コンフォルディアフィナンシャルグループ傘下の地方銀行。神奈川県及び東京都町田市を経営基盤とする日本最大の地方銀行である。長らく総資産額で地方銀行の主位の座にある。神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市をはじめ、 県下の多くの市町村の指定金融機関である。また、県西部の市町村においては、駿河銀行や当地を地盤とする信用金庫との臨番制で受託している。横浜市内や川崎市内に店舗が非常に多く、東京都は23区内や町田市など、神奈川県に隣接する地域でも、店舗数は比較的多い。また、町田市においては、ボ星銀行と臨番で、 指定金融機関を自宅している。愛知県名古屋市、大阪府大阪市、さらに明治期のキート貿易の名残で、群馬県に支店を持つほか、かつては、京成千葉駅前に、千葉支店が開設されていたが、閉店、撤退している。景気の回復感から2005年より、今まで出張所であった拠点を支店に昇格させ、バブル期以来出店のなかった東京都内にも、新規出店するなど、 営業面で構成に展示始めた。さらに近年では、従業員数が4から5名程度の個人、取引専用視点を徐々にだが展開している。また、今まで、契約社員故気の職員を、正幸ゆ員院とし、待遇面で改善が見られる。2014年11月、第2地方銀行の東日本銀行と、金融持ち株会社方式での経営統合を目指す、ことで合意した。 経営統合後の総資産は福岡フィナンシャルグループを上回り、地銀グループとしては国内最大となる。また統合に先駆け、2015年3月に浜銀総研など主要関連会社4社のグループ内、持ち株比率を100%に引き上げ、グループ経営の一体性や機動性を高めた。そして2016年4月に東日本銀行ともに株式移転を行い、 コンコルディアフィナンシャルグループを設立した。1993年に完成した港未来地区にある本店ビルは約150メートルの異様を誇り、銀行の本店ビルとしては日本一の高さである。旧本店別館は横浜市歴史的建造物の認定を受け、栄や広報によってバルコニー部分が移設され、横浜アイランドタワーの低層部となった。同校は、 財務省国税局などの国庫金の代理店業務を神奈川県内の13支店で行っている。本店営業部は日本銀行横浜中代理店として指定されている。全国地銀の多くが有力両外商や旧国立銀行を母体としているのに対し、横浜銀行の前身、横浜更新銀行は第一次世界大戦後の半導強効果で破綻した74銀行。 横浜貯蓄銀行を整理する目的で設立されており、いわば現在の整理改修機構に近い、どちらかといえば後ろ向きな業務を修行とする銀行として発足した。その後、1928年には、第二銀行に横浜川わ会社を母体に設立された、旧横浜第二国立銀行の後継業が合流。横浜更新銀行が存続業となり、また、 第二銀行の横浜市本金庫業務の承継に伴う地元、横浜市との結びつきも強化された。さらに、神奈川県農耕銀行から神奈川県本金庫業務が移管された。こうした経緯もあり、戦時下の一県一行運動の際には、政府から神奈川県下の統合主体に選ばれ、駿河銀行を除く県下各校を統合し、名実ともに、 神奈川県を代表する地方銀行に成長した。この際、川崎財閥系の名和銀行や鎌倉銀行等を統合したため、同じ川崎財閥系の第100銀行を合併した三菱銀行との関係が生じ、現在も三菱 UFJ 銀行とは親密な関係にある。なお百四十四年、横浜市に本店を置く都南貯蓄銀行を合併したが、 同行は合併直前まで他の大都市に本店を置く、貯蓄銀行の集合体、日本貯蓄銀行の統合に参加する予定となっていた。同行の合併で神奈川県随一の銀行となる。戦後の復興期に業用が拡大し、1969年に埼玉銀行が都市銀行に転換したことにより、横浜銀行が日本最大の地方銀行となった。 横浜銀における総合オンラインシステムは、日本電信電話公社の直営方式で実施した上で、電子計算機、端末並びに通信回線の提供を投稿者から受け、全科目を一つのシステムに載せ、全営業店を対象に行うという法とのもと、1971年12月、第一次出向点4点で稼働が開始され、 1973年1月には全営業店での転換が完了した。またその後の業用の拡大に合わせ、1979年1月には第二次総合オンラインシステムへの移行が完了している。1984年4月には第三次オンラインシステム移行の拠点として、新横浜に新事務センターが竣工し、1989年1月、 NTT データ通信との共同開発と富士通の支援のもとに開発されてきた新環状系システムが稼働。ここに環状系、情報系、対外系、国際系、営業店の5系統から構成される第三次総合オンラインシステムが運用を開始している。2010年1月4日には IT の戦略的、効率的な活用を目的に北北ホクホク フィナンシャルグループ参加である、北陸銀行、北海道銀行、NTT データと共に構築にあたってきた、NTT データ共同利用システムに移行している。個人並びに、法人カードでは、北海道銀行、北陸銀行、上洋銀行、筑波銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、平星銀行、千葉工業銀行、山梨中央銀行、東方銀行、 そして、同グループの東日本銀行の11行を、さらに個人カードでは、神奈川銀行と ATM 総合無料開放を行っている。小田急線の各駅に設置されている、ステーション ATM プラスバンク、多摩センター支店小田急多摩センター駅出張所また、全国の鉄道会社に先駆け小田急の鉄道駅70駅、すべてに、ステーション ATM プラスバンク、相模鉄道、 最近では、京浜急行電鉄の主要駅にも ATM を設置し、全国のコンビニ ATM でも利用可能である。さらに、全国のイオングループに設置のイオン銀行 ATM でも出勤可能となったが、所定の手数料がかかる。2007年5月7日より、千葉銀行と共同で JR 東日本のビューアルトとの提携を開始した。かつて、 旧朝日銀行と ATM 総合無料開放などの提携を組んでいたが、同行が大和銀行と統合して、理想なグループが発足するなと同時に提携は解消された。メジャーシステムへ変更により、入出金伝票類の改定、キャッシュサービスコーナーでの通帳を使用した入出金、通帳記入の取り扱い時間が拡大拡大したが、夜間帯の取り扱いを縮小となっている。 さらにキャッシュサービスコーナーの営業時間が約100が店のキャッシュサービスコーナーの営業時間を延長した。支店内キャッシュサービスコーナー24時間営業を2010年7月6日より神奈川県内13が店と東京都内の1が店の合計14が店でスタートした。同行なーー24時間営業14が店で行っていたが 2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、電力消費を抑えるため、24時間営業のキャッシュサービスコーナーを1が店に限定している。現在24時間稼働店は横浜駅西口にある横浜駅前支店のみ。その他13が、店はすべて午前0時までの営業に短縮し、現在に至る。 2011年10月3日より、水穂銀行、三井住友銀行、理想な銀行、ゆうちょ銀行で取り扱っていたページーサービスを、は、マギンのすべてのキャッシュサービスコーナーの ATM でも取り扱いできることになった。ただし現金国旗は、友人店舗に限定され、取り扱い時間も平日の午前8時45分から午後6時までとなっている。また、 収納取り扱い可能先も2台メガバンクでは取り扱い可能な収納先でも横浜銀行では契約上の都合によってか取り扱いができないものがある。キャッシュサービスカード古希でのページ収納サービスの取り扱い可能時間については午後11時30分までになっている。払い込み手数料は原則無料だが払い込みする先により手数料が別途必要となる。 同校におけるインストアブランチは最大3カ所ほど開設されていたがすべて閉鎖となった。同校はかつて JCB のフランチャイズとして子会社であるはマギン JCB4 月設立も運営していたがカード事業をバンクカードへ集中させる方針に転換したため2002年3月末に解散 JCB 本体に営業上としたビュースイカ機能けバンクカード 旧型カードローンカードでのビューアルテでのサービスが2010年1月31日で終了した。この取扱いは2010年2月1日をもって JR 東日本が新たに設立したカード会社株式会社ビューカードへ移管されるとともに新会社では銀行法等の規定によりビューカード社は JR 東日本とは事業業務等が異なり、 銀行系のカードローン等による委託業務ができないことによる。ただし、通常の預金引きでサービスは平成22年5月6日より再開された。イメージキャラクターは1993年4月から水野巻を起用。店頭ポスター等に出演してきたが、2009年4月からはマギンキッズフォートコンテストに入選した作品を3ヶ月カレンダーに採用している。また、 2012年10月1日より子供をテーマとした写真とペンギンの粘土細工キャラクターが登場した。ありがとうございます。